よろしくお願いいたします。マイクなしでいいんですか。中村さん、初対象おめでとうございます。対局直後にも伺いましたけども、今日の本局はですね、我々 AI も見ながら観戦してたんですけど、非常に二転三転してですね、なおかつどちらかが潰れかねないような局面がずっと続きました。どんなことを考えながら盤面に向かってたんでしょうか。そうですね、まあ、いけそうかなと思っていた時もあったんですけど、いろいろとミスを重ねて、なんかやばいやばいかなと思ってました。はい。打ってる時にですね、タイトルは脳裏をよぎりましたか。そうですね、選考杯の決勝の時がタイトルのことばかり考えてダメだったんで、今日はそこまで考えずに意外と冷静に言ってました。今日の話で恐縮ですが、浮かんでは必死に書き消してやっていたような状況だったんでしょうか。まあでも難しい碁だったので、意外と集中して打ってました。また同じです。